プロの高いことアクニャンです。どうも南畑ことジーヤです。ジーヤのジャニーズ歴代推しを発表しまーす。ほぼ半世紀にわたってジーヤが推し続けてきている推したちの名前をただダラ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 言うというそういうあのチャンネルっていうかで、ね、よろしくお願いします。このチャンネルではチャンネル登録者10万人を目指してますので皆さんよろしくお願いします。それではエビバディゴー。まずジーヤの人生での最初の推し誰だと思います？古すぎてわからない。そうですか、じゃあお答えしましょう。はい、ゴーヒロミさんです。おお、知ってますよ。知ってる人、何してる曲、何してる？アースジェット。アースジェット、アースジェットあったんでしょ。知ってる、ゴキブリ。よく知ってるね。アーチーチ、アーチーもそうでしょ。アーチーチもアーチーチ、それって当時の曲でしょ。当時ではないよ、全然後だよ。全然後だよ。代表曲って何だろう。ヒロミって僕たちあったかるか、あ、ゴーゴーだ、間違えた、ゴーゴーって言うんだ。僕たちあったかるか、あ、言わないの。にゃんちー君たちあんなのかん、へへへい、へへへ、知らない。これが一世風靡してる。そうだよ、童謡っぽく。これが、見たくれが、見たくれじゃない、見た目がすごく見てくれと見た目が混ざってる。見たくれになってるじゃん。そう、見たらしなんか男っていう感じじゃなくって、ちょっと中性的な感じの女の子っぽい感じの歌い方も甘い感じで、 あんまりね、その当時いなかった感じのアイドルの雰囲気だ。え、ジーヤよりどんぐらい上なの？1900、7個上、66、え、66、私62ぐらいだと思って、やばあと4つ、70、見えなくない？やばい、ジーあそこ目指そう。間に合う、間に合うよ、だって今からゴーヒロミ目指すの。今でも本当に大大大好きなトシちゃんでござんす。うちらからするとバラエティーのイメージしかないんだよね、トシちゃんって。ああ、そうなんだ。で、なんか、パッて出てきて、なんかいっぱいターンして終わりみたいな、なんか。違ったよ、当時。ザ・アイドルなの？バラエティーとか。もう、全然違う。もう、ザだって、もうじゃあもう、アイドル・オブ・アイドル、もう、キング・オブ・アイドルよ。もう、本当のクメの、クメじゃないよ。テレビでしかほとんど最初見てなかったから、本当に存在するのかなっていうぐらいの人気とだったよ。その子って白黒なの？カラーなの？カラーだよ、さすがに。カラーだよ。ちょっと今思い出、ちょっと今こうやって思い出したけど、カラーだよ。でも全部ちっちゃい時白黒カラーでしょ。白黒もあったよ。月面着陸白黒で見たから。推しは一応カラーで。推しはカラーで見たから。にゃんち。発言場はトシちゃんってこと？トシちゃんだね。郷ひろみの現場は行ってなかった？現場は行っても茶の間だった。茶の間だったんだ。だって小学生とかだよ。中学生になかなか行けないし、でもましてさ、男の子だったから、なんかその女子のキャーキャー言ってるとこにまだ行けないっていう、そういうなんかすごい不安な時代があったんです。こんなジアでも無事だったから、無事だったこともあるんですよ。で、そこから今度 NHK のレッツゴーヤングっていう公開放送があったのね。今なんだアプリないからさ、もう往復はがきを手書きで書いてさ、それ毎週のように通ってました。で、トシちゃんは FNS 歌謡祭とか日本優先大賞とかなんかいろいろ出てたから、それもやっぱそれもはがきなのよ。それも書きまくってもうほぼ行ってました。すごいね。本当にガッツだったね。やっぱ本当に好きだったから。3年 B 組金八先生に、ね、ジャニーズの子たちがどんどんやっぱ制約で入っていくのよ、どんどん、ね、変わるだろう。で、その時に光一平くんっていう子がいて、もう分かんないんだよね、青空オンリーユー。歌も顔も分からん。歌も顔も可愛いよ。オンリーユー会いたくて。トシちゃんの時はめっちゃ現場行ってたわけじゃん。うん、林一平光一平いつも間違えるよね。いつも間違えるの。次元にいたのよ、林一平。あ、そうなの。光一平だから。一平違いということで。光一平の現場行ってたの。光源って言ったんじゃない。テレ東の歌番組があったんだけど、それに何回か行ったぐらいかな。めっちゃ行ってるね。その頃にはもうトシちゃんは別にもう離れてた。離れてない。同時ってこと？同時。DD って悪の象徴だったね、それで。なんかあいつもこいつも言ってんじゃねえよみたいな。今なんかなくなっちゃったんだけど、当時は別に大丈夫だったの、掛け持ちとか。当時ね、多分全然大丈夫じゃなかったと思う。あ、じゃあ勝手にやってたの？勝手に。だけどなんかほら、男の子だったから、で、ジーヤね、昔ほんと可愛かったの。だからね、オタクの子たち結構可愛がられてたの。可愛いってやっぱ得だよね。にゃんちとしちゃん、うん、光る一平、その当時あと誰だっけ。あ、これはまたちょっとずれるな。うん、そう。違ったんだ。ちょっと違う。モックンは違う。モックンは見ない。モックンは見ない。で、モックンは分からん。俳優さんだよ。送り人とか。モックンはし、分かんないな。分かんないの。あの子、いわゆるつまみ食いさ。めっちゃかっこいいじゃん、モックン。そうだよ。あれじゃ、家門の人じゃない？そうだよ、家門の人だよ。そういう感じなんだ、みんな。わし、モックンがいい、この中だったら。モックンかっこいいよ。明るいし。にゃんちぃ。
ジーヤが今まで紹介した人全員ジャニーズ辞めてるよね。まあ、同時進行ぐらいで、あの少年隊東山、そう、でもその当時ジーヤもハワイちょっといたので、オタ活はちょっとできてないのね。え、どうやって情報得てたの、ハワイから？だからもうあのね、本屋さんがあるんだけど、1ヶ月遅れで月刊明星とかが発売されるの。へえー、1ヶ月遅れ、ね、それをなんかいつも飾ってこうやって、今日もやめるよってやってました。にんち。その後は光源氏、かっくん、あれかっくんみたいに言ってくれた、かっくん、かっくん、あっくん、それは佐藤敦弘くんが超好きでした。でもこの時期もね、ジアンちょっとハワイにいたから、ちょっと活動がやっぱ全然できなくて、で佐藤敦弘くんがハワイに来たのよ、三原寺で、うん、その情報はちょっと知ってて事前に、うん、それで今に待ち伏せって怒られちゃうけど、なんか遠巻きに見てて、うん、観光客のふりをしてるか握手とかしてもらったとか。いたんだ。いたの、いたの。もう来るとこ大体決まってんのよ。あー、言うよね、日本人観光客が。そう、泊まる場所、来る場所大体決まってるっていうね。裏の方の、ハワイの裏の方も来るとこって大体決まってんのよ、うん、そこをもう、アンテナ張り巡らせて、うん、アンテナ2本なんだ、じゃあ。そう、アンテナ鬼みたいになってる、うん、アンテナなんです。友達にもちょっと協力してもらって、うん、来たーっつって、うわーって言ったことあるよ。へー、ガチジャニオタじゃん。そんぐらい、やばいジャニオタじゃん。そう、だけどなんかほら、もう通りすがりな感じでやったの。でもなんか何しろってかちょっと覚えたんです。にんち。あの韓国のアイドル行ったり、あっち行ったりこっち行ったりで、なんとなくふわーんってなってたのね、うん、その後に、にゃんちゃんとその一緒になんかいろいろつるむようになってから、待って待って、佐藤敦弘からにゃんちゃんとつるむまでの歴史結構あると思うけど、この間結構だよね。で、その間さ、10年20年あるんじゃないの。そう、っていうか、なんとなく茶の間だったね、ずっと。当時めっちゃ飲み行ってたから、そっちが楽しいんだろう。そうなの、そうなの。飲み会、現実世界、ビア友ね、ビア友の方でたまたまその芸能人の友達が一人いたのよ。横つながりでちょっと好きだった子となんか一緒にご飯行けたりとか。うわ、ドーピングしたんだ。これドーピングっていうの？ドーピングっていうの？悪の道に行ったね。ドーピングっていうの？そう、別にオタクがしたいわけでも、アイドルを推したいわけでもなくて、その子に会いたいの。そう、イケメンと繋がりたい人。そう、イケメンと繋がりたい人。繋がり中なんよ。中にはちょっと繋がれちゃう子も結構いて、それでなんか足を締めた。急に彼女になった瞬間、現場来なくなるオタいるもん。あ、やっぱそう？うん。だからそれだと思う、ジリアの場合。それだよ。そう、だから空白ではないのよ。いたの。めっちゃかっこいいって。ねえ、人聞きの悪いこと言わないでくれね、ちょっと。むしろめっちゃ合ってたっていう。そう、むしろめっちゃ合ってた。にゃんち。それでにゃんちゃんと知り合って仲良くなって、にゃんちゃんがすごいオタクで、行ったらなんか面白いわけよ、現場が。うん、現場の面白さ、だから誰が好きとかこれが好きとかじゃなくて、現場の面白さを、あ、昔これ自分湧いてたよなっていうのを思い出して、ちょっと鳥肌が立つ思いでハマってったの、地下アイドルから。うん、しかもハイハイの公演もね、この前見に行ったけど、やっぱ昔のね、曲をやるんだよね。そう、あれが鳥肌立つ。逆にニンチで、ジーヤはその後何、美少年の大将くんに一気に飛んで舞台、はいはい、エルフ、ね、エルフエルフ行ったりとか。で、次が、次がハイハイの猪狩くん。うん、猪狩くんはこの前にゃんちゃんと五鬼闘戦に行って、もうほんと、もう歌も踊りももう素晴らしいパフォーマンスなんだけども、猪狩くんのスピーチ、あれにもう涙して、多分涙した子多いと思うんだけど、ほんと涙して、ちょっと何言ったか今覚え出せないんだけど、その時が幸せな人だね、ほんとに幸せな人だよ、あんた。で、今の全然まだ現場とか行けてないんですけども、まずなにわ男子の高橋恭平くん、もうほんとセクシーで涙もろくって、可愛いし面白いし、ほんとに素敵。なにわ男子のライブにはぜひ行きたいと思います。あとは少年忍者の田村カエルくん、ねえ、言ってるね、可愛い。最近だんだん大人になってきて、その成長を見守っているジアですけど、あのカエルくんの成長もね、あの温かく、あの見守っていきたいと思います。ということで、ジーヤの長きにわたる50年のオタクの歴史についてお付き合いいただいて本当にありがとうございました。ありがとうございました。ジーヤ大将くんにいつか会えたらいいねって思ってる人は高評価お願いします。それでは皆さんも明日お幸せに。田川陽介くんとか、今ほらバスに乗ってなんか揺られてたりとか、レッツゴーヤングのトシちゃんが出てた時の司会だったりして、かっこよかったんだよ、ルイルイダンスとか一緒にね、レイレイってしてたよね。でもなんとなく古いことは分かってた。そうだよね。なんとなく、よっさ、雨収まっせよ。